今週も競馬予想やってまいりたいと思います。まずはね、土曜開催オーシャンステークス、まあ、ここまでをもってね、月末の大一番 G1 高松宮記念へのステップレースということになるわけなんですが、まずね、今回軸2頭本命はアースソニック、まあ、客室ね、逃げ先行に転向して金層結果をまた出してます。まあ、ここでもですね、このオーシャンステークスでも、まあ、狙ってみたいかなと。まあ、開催前半なんでね、逃げ先行の方が有利というようなね、機械的な買い方という部分も含めて、まあ、そしてアレババでもね、時計のかかるババでも結果を出してきてますので、まあ、ここは一つね、狙いどころだと思います。まあ、そしてね、もう一頭の軸、一応対抗ということで、白山ムーン、まあ、今回の大本命、オッズとしてはね、想定オッズ 1.8 倍となっております。まあ、ロードカナロアが引退したことでね、まあ、このスプリント戦線の2番手としてずっとやってきた馬、まあ、王者引退による繰り上がりの、ね、暫定王者みたいな趣ではあるんですが、まあ、確かに今のこのスプリント戦線では一番実績を残している馬です。まあ、繰り上がりのね、一番人気がそのまま来るかっていうと結構微妙だなんていう声もあるんですが、まあ、実際ね、少なくともこのトライアルという意味で言えば、まあ、去年の秋のね、スプリンターズステークス前もロードカナロアが、2着に負けて、まあ、ステップのね、重賞では白山ムーンが勝ってます。まあ、少なくともこのステップの重賞休み明け初戦という点では白山ムーン信頼のできる軸馬のはずです。続いてひもごて、まずは杉のエンデバー、まあ、中山ではね、2回しか走ってないんですけども、まあ、そのうちの1回はね、人気薄で馬券になって、もう1回が、まあ、メンバーの厚いスプリンターズステークスということで度外視という意味では中山で十分構想のできる馬、まあ、今回もね、メンバー薄いんでね、紐には入れておきたいと思います。まあ、続いてスマートオリオン、まあ、これはね、勝ち上がりに時間がかかったんですが、このレースとね、同じ芝1200、スプリント戦にね、転向してから、まあ、結果を出して、7戦連続でね、連帯をして、まあ、オープン入りと。まあ、そしてね、今回、重賞初挑戦ということで、まあ、相手が強くなってどうかというところではあるんですが、まあ、この芝1200の馬という意味では、ここはね、狙ってみたいところです。まあ、続いて、ハノハノ。この馬はね、去年、この時期に勝ってオープン入りと、まあ、去年ね、オープン入りするのに、ね、勝った準オープンのレースがこの中山競馬場ということで、まあ、中山への適性、この時期の中山競馬の芝への適性が十分じゃないかなと。まあ、その後もね、オープンで結果を出し始めてますので、ここは一つ狙いたいとこです。まあ、続いてリアルインパクト、まあ、前走ね、芝1400で久々の勝利、まあ、元々は、まあ、マイルで3歳馬としては初めて安田記念を勝った馬、今回ね、その戸崎に鞍上が戻って、まあ、戸崎とはね、これまで参戦して、その安田記念、まあ、その他がその後去年の、富士ステークス2着重賞でも好走を見せたろうと、まあ、戸崎とは相性のいい馬という意味ではね、前走久々に勝って、まあ、スプリント戦に挑戦というあたりで狙いたいところです。まあ、最後にレオンビスティ、この馬も中山得意なんですね。まあ、オープン入りして2戦、ちょっとね、いまいちな競馬が続いているのが気がかりなんですが、まあ、せめてね、このオープンの中ではメンバーの薄いこのレース、まあ、そして、まあ、得意の中山ということで、オープンで通用するかどうか、一つね、まあ、ここで見せ場がなければもうっていうぐらい試金石となる一戦です。まあ、逆に言えば、まあ、この得意な条件で、まあ、ここまでの前あの2戦の敗戦で、まあ、人気を落としていてくれれば、やっぱ中山得意だったんだ、当たってラッキーみたいな、ハイト聞いたぜみたいな感じでいけるかもしれません。まあ、以上、いつものね、二等軸ひぼ5点、まあ、オーシャンステークス狙ってみたいと思います。以上、ハッチーでした。